ご視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。第3回パクユーチャンネルオフラインイベントの開催が決定しました。第3回とは言うものの、10月12日に開催を予定していた第2回のこのオフラインイベントは台風直撃で中止となってしまったので、実質的には今回お知らせする第3回のイベントが2回目になります。11月23日土曜日、会場は東京三軒茶屋駅から徒歩数分の場所にあるライブカフェバー四軒茶屋、通称四茶。時間はカフェタイムが17時から20時、バータイムが20時から23時です。時間帯によって料金と精算方法が異なりますのでご注意ください。17時から20時のカフェタイムは入場無料です。ただしワンドリンクのご注文をお願いします。ドリンクは1杯500円から。ソフトドリンク、お酒多数用意しております。20時からのバータイムでは入場料2000円をいただきます。ただしこの2000円をお支払いいただければ時間内ドリンク飲み放題です。カフェタイム、バータイムと時間をまたいでお楽しみいただくことももちろんできますが、20時のタイミングで一度ご精算をお願いいたします。ご予約はこの動画の説明欄に記載している予約フォームからお願いいたします。ご予約の際に備考欄にご来店の時間の目安ですとか、やってほしい企画なんかを書いていただければ、なるべくご希望に添えるように準備いたします。ここからはイベントの中身についてお話ししたいと思います。このオフラインイベントっていうのは、僕とお客さん、そしてお客さん同士の交流っていうのを目的にしていますので、その場にいるみんなが楽しい時間を過ごせれば、まあ、何をやってもいいかなというふうには思っているんですけれども、何をやるかわからないイベントっていうのもちょっと行きづらいだろうということで、3つしっかりとした企画を準備しております。まずは生楽曲分析。パクユーチャンネルの名物企画である楽曲分析をその場で行います。お客さんから分析してほしい曲のリクエストを募り、それをまずみんなで一緒に聞いてから、その楽曲の魅力を分析していきます。ヨンちゃんにはピアノが置いてあるので、そのピアノを弾きながら、ここはこうでなんていう分析をしたりとか、曲の一部を繰り返しみんなで聞いてより細かい分析をしました。続いて DTM 講座。音楽制作に関するご質問にお答えしたり、知識を共有したり、より一人一人のニーズに沿った内容お話ができると思います。前回は音楽制作用の Mac の購入を検討しているっていう方がいらっしゃいまして、その方の用途なんかをこう詳しく聞いて、どの Mac がおすすめかなんていう話をかなりがっつりしました。最後に3つ目の企画が作曲チャレンジ。皆さんからお題やアイデアをいただいて、その場で作曲にチャレンジします。11月23日土曜日、会場は東京三軒茶屋駅から徒歩数分の場所にあるライブカフェバー四軒茶屋、通称四茶。時間はカフェタイムが17時から20時、バータイムが20時から23時。ご予約はこの動画の説明欄に記載している予約フォームからお願いいたします。当日はもしかしたらスペシャルゲストがいらっしゃるかもしれません。現在調整中ですので、そちらもお楽しみに。ぜひぜひ遊びに来てください。皆様をお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録、高評価、シェア、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。また明日。